ちょっとしたきっかけが未来へ紡ぐ初めの一歩に、幸せの種。今回幸せの種をまいているのは、廃棄されるはずだった間引いたみかんを有効活用している奥井夏実さん。私は美味しいみかんの品質を保つために栽培する過程で間引かれた青みかんを使ってこのようなドレッシングに生まれ変わらせています。色と香りを最大限に生かすために低温殺菌をするなど多くの工夫を重ねて完成させた青みかんのドレッシング。若々しく爽やかな酸味が特徴で、サラダやマリネ、豚しゃぶや蒸し鶏にもおすすめです。奥井さんの幸せの種とは？あるイベントでみかんの間引きを体験した時に、自分で収穫した青みかんを絞って飲んだところ、すっきりした酸っぱさがとっても美味しくて、こんなに美味しいものを捨ててしまうのはもったいない、何か生かす方法はないかと考えたのがこの取り組みを始めたきっかけでした。奥井さんは他にも地元の生産者や中学生たちと一緒に栽培した唐辛子や青みかんの皮などをブレンドして作った調味料を販売。地元の食材を使った特産品や行き場のなくなった野菜を加工して商品化する取り組みなども行っています。奥井さんが未来に咲かせたい夢。この取り組みを通して青みかんの魅力をたくさんの人に知ってほしいです。また今後も捨てられていたものを生かすフードロスの削減や地産地消を軸にした循環型のビジネスモデルを地元の人たちと一緒に作っていきたいです。地域がハッピーになるドレッシング作り、あなたの幸せの種は今どこに？